視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。新年明けましておめでとうございます。諸事情で悪い幕開けになりましたが、ジュテイヒライハニートラップ極ムズ2種類で攻略成功しました。あー素晴らしい。この攻略には猫ボンとスニャイパーが必要です。珍しくアイテムに頼ってるな。お金が簡単にたまらないのでやむを得ない措置です。ライオン3頭ほど出したらしばらく放置。ミツコさんと城を攻撃します。おいおい出しすぎじゃないのか。そうそう、この後ナマルケモルルが出てきて、たくさん出しておいても一掃されます。綺麗さっぱりだな。女王の攻撃をかいくぐりライオンを出していき、セイバーを出す準備をします。なあこの編成ってもしかしなくても。詳しくは原作をプレイしましょう。もしくはアニメを見てください。さあ女王とワーニックはセイバーの攻撃で沈みます。ツバメンズが出てくるのでライオンに盾になってもらいます。ツバメンズもセイバーの人たちで終わりです。なあ、ライオンがしょっちゅう引っかかってるんだが。セイバー側ばかり見ていたつけですね。なおセイバーはナマルケモルルの攻撃に買い耐えられるようです。スニャ使ってる理由ってもしかして。残念ながら違います。セイバーがやられた時の保険です。もう一枠何か入れれば楽になるのですが、アイテムを使用したという、後ろめたさがそのありまして。いろいろこだわるねー。半ニャガ王の時は十分縛りましたから、ここはアイテム使うならこのくらいは当然かと。ミツコ倒したな。問題はこの後、ナマルケモルルと白相手では、さすがのセイバーも苦戦します。やられたな。ギリギリの攻防になりますが、初戦消化試合、倍速させていただきます。大狂乱のライオンの天敵はワーニック。これを防ぎつつセイバーでツバメンズを落としていくのが、攻略の要です。セイバー不在だと安定性が低くなる編成だな。ギリギリいけるかどうか、それをテーマにした場合、ここまで絞る必要があります。さあ運命の時が来ました。ナマルケモルルを倒したらセイバーを止めることはできません。ライオンがいればの話だけどな。せっかくのセイバーが倒されましたがこのまま進めます。ツバメンズの無制限枠は2枠。団体で来る分は終了したのであとはセイバーの復帰を待ちながら、ライオンを出し続けます。なあこれって自利品じゃね。どう考えたってライオンじゃ勝てねえぜ。これこそギリギリの勝負なのです。女王飛来は初期のお金に苦労するステージ。乗り切らないといけないところをアイテムで補充。その分何かしらの稼は必要だと思います。セイバーが間に合ったな。遠方範囲なのでライオンの補助が必要です。なかなか不便といえば不便だな。ですが同時に複数をまとめて攻撃できるメリット。これは大きいです。なんかライオンが哀れに思えてきた。この足の速さが必要なものでして、ある程度のスペック必須か。勝利ハニートラップ極ムズ。2枠攻略に成功しました。アイテムありだけどな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。デブーは過去に縛り攻略したので、あとは裁きの使者のみです。チワワンを3枠攻略なんてどうよ。考えておきます。